はい、おはようございます。今日はチェンマイに来て5日目の朝ですね。はい、結構どっぷり沈没気味になっちゃってきてますね、チェンマイに。やっぱなんか分かりますわ、チェンマイが良くて住んだり沈没しちゃったりする人の気持ちが。なんか街とか外とかね、結構小切れっつうか雰囲気がいいんでね、なんかついここに長く行っちゃったりするしますね。はい、これは。はい、で、今日はね、バイクをちょっと借りて、初のチェンマイで、外をちょっと遠くまで行ったりしてね、ブラブラしてみようと思います。はい。で、ちょっと外にバイク借りに行きます。カエルだ。ドラえもんが入荷されてるわ。わあ、バイク借りようと思ったレンタルバイク屋まだ始まってねえや。10時からだ。ちょっとじゃあ時間潰すか。やっぱここら辺の旧市街の周りは雰囲気いいっすね。お堀があって。じゃあちょっと暇なんで、朝っぱらからなんですけど、サウナに行ってみようと思います。一回行ったサウナなんですけどね、ちょっとそこ良かったんで、ちょっともう一回行ってみます。なんかたまたま通りかかったんですけど、ここがな、チェンマイの銀閣寺って呼ばれてる銀色の寺院みたいな感じなんですよね。シルバーテンプルって書いてある。ちょっと入ってみよう。ああ、本当に銀色だ。真っ銀銀だ。ガネーシャも銀色だ。銀色だ、全部。うわ、すげえ。本当に内装が全部銀色だ。物体が。やってる、これね、なんかいつもこう通るとこのテニスみたいなね、何なんだろう、変な羽子板みたいのでやってんだよね、テニス的なこと。これ面白そうなんだよな。はい、セブンでこの後サウナで飲む飲み物を買いました。合計21バーツでした。はい、サウナ着きました。場所がこのオールドメディスンタイマッサージスクールみたいな、タイマッサージの学校かな、のすぐ左のここにあるんですよね。ちょっとチェンマイの中心からは外れたところにあるんですけど、ここが、100バーツでね、入れて休み場なんですよね、このサウナが。時間は朝8時から夜の7時までやってますね。で、こういう感じでなんか日本風のなんか看板みたいな雰囲気もあるんですよね。こんな感じ、なんかで、これが料金表でね、タオルとか水着っていうか、中で着る服もね、20バーツずつセットで30バーツとかで借りれるんですよね。だから何持ってこなくても入れます。いろいろなんか食べ物とか置いてあるし、ここにスクラブもね、売ってますね。で、ここにロッカーもあって、木のこれ無料で使えます。いらっしゃいませと書いてあって、ハーブスチーム室で、こっちが男湯で、あっちが女湯っていうか、まあサウナで、中はこんな感じですね。トイレがそっちにあって、洗面所シャワーがあって、でドレッシングルームがあるんですよね。ちゃんとこれがこの中で着替えられるんですよ。これが結構ありがたいんですよね。ドライヤーもあるし、俺は必要ないけど。で、ここは飲み物っすね。で、ハーブスチーム、タイハーブウォーターのなんか交換、補充のタイミングが8時か、あと11時からと15時から、1日3回あるんですよね。はい。で、ここにあるのがサウナ中の飲み物。なんかね、よくわかんないけど、お湯が入ってるんだよね、お湯。こっちに。お茶じゃなくて。で、これコップ使って、こっちの氷があるから、あ、今まだ入ってない、ガサだから、氷を使って冷やしたりとか。で、海パン、自分の持参は OK だけど、ビキニはダメなんですよね。よくわかんないけど。で、こういう卑猥なことは、エロいことは中でしないでくださいってしたら2000バーツ罰金ですよ、みたいな感じですね。で、ここがスチームサウナですね。ハーブスチームルーム。このスチームルームの中はこんな感じですね。まあまあ広い。で、これまだ霧があれですけど、もっと時間経ったらもっと真っ白で見えなくなると思います。いい匂い。で、こういうとこ座ったりして涼んだり、タイマッサージもね、あるっぽいですね。はい、
それを左手にあるのかな、あっちのマッサージスクールで、わかんない。でこっちの外のスペースでね、ゆっくりできたりするんで、サウナ入った後それもいいんですよね、ここ。じゃあ早速水着になってね、サウナに入っていこうと思います。まだ朝早いから誰もいないですね。でサウナ入る前にね、さっき買った飲み物でね、水分補給してからサウナ入ります、汗かくんで。で今回買ったのは水、いつもね水、あとこのなんかよくわかんない S って書いてあるスポーツドリンク、これを買って飲んでます。で最近の飲み方としては、まずこの水をねガーって1回飲んじゃうんですよ。で水飲んで減らして、空いたところにこのペットボトルの中にこのねスポーツドリンク、これはめちゃくちゃ甘いんで、直接飲んだらこれをこうやって入れて、薄めのスポーツドリンク水を作って混ぜて、でこれ飲んでって感じですね。でまた減ったらこれ足してみたいな感じで、こうやって水で割るぐらいがちょうどいいですね、やっぱ甘いんで。よし、じゃあそんな感じで朝サウナ行ってきます。はい、着替えました。じゃあサウナ入ります。うわー、すげー、あっち、あー気持ちいい。はい、終わりました、サウナ。やっぱ朝サウナ入ると目覚めるな、パキッとするわ。よし、じゃあもうバイク、レンタルバイクやってる時間だと思うから、レンタルバイク行こう。ちょっと帰りは歩くのめんどくさいから、ソンテル乗っていこうかな。もうチェンマイ、ソンテルそこら中に走ってるんで、ね、すぐ捕まえられるんですよ。でこうやって手上げて拾って、行きたい場所行ったら連れてってくれるんで。 How much? $30? OK、 30バーツでした。安いんすよね。よし、じゃあ出発。乗ってんのも楽しいんすよね、ソンテル。よし、着いた。ブンカップ。あ、バイクやってる。よし、じゃあバイク借りよう。はい、バイク借りました。なんか乗ったことないタイプ、なんかかっこいいバイク借りました。でこれが、24時間貸しで、250バーツでした。1000円ぐらい。本当はね、そんな長く乗る予定もないんでね、今日中に返してもっと安く借りたかったんですけど、それはやってないって言われたんでね、1日で借りました。でデポジットが2000バーツでしたね。はい、8000円ぐらい、結構高いですね。まあ帰ってくるんでいいんですけど。でガソリンはね、ここはなんか最初からフルでパンパンに入ってて、で返す時もフルで返してくれっていう、まあ日本と同じで分かりやすいやり方でしたね。はい、よし、ちょっとこれからちょっとこれ乗って行動していこうと思います。あ、これめちゃくちゃ乗り心地いいわ、運転しやす。ちょっと旧市街の中に入ってみます。はい、旧市街の中入りました。やっぱ寺院が多いですね、お寺が。旧市街の中はなんかいい雰囲気だわ。旧市街の中落ち着いた雰囲気で、なんか歴史感じさせるようなものもあるし、でも綺麗なこういうお店もあるんですよ。でいっぱい品があるな、チェンマイ。バンコクとかプーケット、パタヤにはない。このお寺がワットプラシンっていう寺院で、この旧市街の中でも結構でっかいお寺っすね。ちょっと腹減ったんで飯食い行きます。はい、着きました。ここがね、カオソイ2万って言って、あ、おしゃれだな、ここ。うわ、カオソイの美味しいお店で有名らしいんですよ。しゃれてんな。でちょっとここでまたカオソイ食べようと思います。やっぱこういう木製のなんかウッド調のとこが多いんだな、チェンマイは。はい、メニュー来ました。お、うまそう、カオソイ。あ、でもそんな高くないな、90バーツだから360円ぐらいか。よし、じゃあまあ無難にこのカオソイ貝、鶏肉のカオソイにしよう。屋内もあるんだな。来た、早。うわ、めっちゃうまそう。なんかほんと綺麗な色のカオマンガイだわ。麺もこんな感じで、平打ち麺的な。
チキンもデカめだし、じゃあちょっといつものこれ絞ってこれ入れて、じゃあいただきます。ちょっと前回の動画でね、麺すすりすぎみたいにちょこちょこ言われたんで、すすがないで食べてやりますわ。うん、麺はもちもち系だ。うん、そんなコシがある麺って感じじゃなくて、もちもちとしてる。じゃあスープも、スープ少ないな。うん、美味しい。ココナッツ効いてコクがあって、もう大体ね、まあうまいんだけど、もちろんここ、ね、あの顔漫画ってどこもうまいんだよね。結構似てる味が多い感じがする。あれも辛、うん、ココナッツ効いてこのカレーの味があって、コクがあってちょっと甘くてみたいなね。でちょっとこうピリッと辛いみたいな。うん、でも美味しいよ。ここはやっぱ全体でもレベルが高いのかな。どこで食ってもうまいよね、顔漫画。じゃあチキンも、うん、うん、まあチキンうまい。なんか柔らかホロホロ系じゃなくて、ちゃんとしっかりしたチキンって感じ。うん、おいしい。はい、ごちそうさまでした。食った。よし、じゃあちょっと次は食後の運動しに行こうと思います。しまった、警察の検問があって捕まっちった。でライセンス持ってるかって言われて、多分国際免許ホテル覚えてきちゃったんだよね今日。You see example? Yeah. Japan? Yeah. Do you want to check this? Yeah, I have. You have photo? Photo? Ah, photo あったかな。Picture. Okay.フォトあった、なかった終わりだな。あった、あったフォト。This Joe? Yeah, it's me. Ah, yeah, passport. Yeah, okay. よかった、写真で許してもらえた。で今度から持ち歩いてねって言われました。よかったマジで、全然いい人だった。いやー危ねえ、ヒヤッとした。着いた。ここはチェンマイユニバーシティ、チェンマイ大学ですね。ここの中のプールはなんか普通にお金払ったら一般でも開放してて入れるみたいなの見たんで、ちょっと来てみました。はい、着きましたプール。あれでも人気ねえな、もしかして水張ってないとかやってねえんかな。あ、水はある。あれすげえでけえ、あれやってんのかな。あ、やってるっぽい。よかった。 How much? 300。あの、ワンタイム。あのワンタイムの、ワンイヤーオンリー。ああ、なるほど、1年間だけなんだ。これ、ディスナスの。1200円か、1年間で。やっぱやめました。やっぱ1年間契約してな、多分今日しか来れないし、バイクないと来れないし、1200円もするし、もっと安くて近い国ないから、いいや、ここは。いいとこだったけど。1ヶ月ぐらいここに沈没する人だったらいいかもね。いつでも1年パス持ってきて泳げて。はい、いいや、ちょっと他のとこ探そう。はい、ロータスホテルチェンマイに来てみました。ここにもねプールがあって、でそのホテルのプールが一般にも貸し出ししてるみたいな情報を見たんでね、ちょっと借りれるか行ってみます。わあ、すげえ、めっちゃ綺麗。Hello, this hotel, pool? Pool. Swimming pool, right on the seventh floor. Seventh floor, yes. Okay, thank you. 7階って言われましたね、こんな。7階ってら借りれるのかな、普通のホテルだけど。宿泊者じゃないけど。ここにプールがあるの。あ、あった。あ、よかった、入れた。100バーツ入れば入れてくれるそうです。よかった。 Thank you. Thank you. ここに書いてある料金表、ホテルスイミングプール、子供は50バーツ、
学生は70バーツ、一般の大人は100バーツ でホテル泊まってる人はフリーって感じで、めっちゃ綺麗ホテル。よし、じゃあ着替えていこう。7階だから高えな。ああ、こっちは中庭だ。ああ、ロッカーもあるし、なんかコーラとか、あとビールも売ってるわ。あとココナッツも売ってる、ココナッツジュースも。よし、泳ごう。結構でっかいな。いいね、深い。 1.8 メートルもある、こちら辺は。よし、じゃあもう泳いだから出ます。いや、でかかった。すげえ泳ぎがあったわ。ただちょっと水は濁ってたな、はい。で、ここが調べてみたら、このロータスホテル1泊いくらぐらいか、3000円ぐらいでしたね。思ったほど高くなかった、はい。よし、じゃあもう行こう。こんな普通のホテルのプールでも一般にこうやって貸し出してるところ結構あんのかな。知らなかった、こんな普通に入れるなんて。はい、ちょっとでっかいショッピングモールがあったんで泊まりました。ここがメイヤーっていうところですね。涼しい。まあ中は普通のショッピングモールですね。でっかい。なんかめっちゃ綺麗なフードコートもありますね。なんか新しいのかな。で、ここにキャンプっていうね、なんかカフェみたいなコワーキングスペース的な中でパソコン開いて作業する場所がありますね。わあ、みんなやってるわ。かっけえ、おしゃれだな。なんか図書館見て、みんなパソコン持ってるわ。あ、これ外も出れんだ。おお、やっぱり山があるな。山に囲まれて、あっちには山があるんだ。霧がかってはいるけど、相変わらず大気汚染かな。よし、じゃあもういいや、行こう。危ねえ、今バイクで出発して、あの急ブレーキかけたらスリップして横滑りしてこけそうになった。危ね、踏ん張った。マジこけそうだった。危ない。もうだいぶタイヤツルツルっぽいから気をつけよう。はい、ちょっとまた止まりました。で、ここがですね、パンティッププラザチェンマイっていうね、またショッピングモールなんですけども、ここにもあのさっき行ったキャンプみたいな感じのあのコワーキングスペースがあるんですね。作業ができる場所が、しかもこっちだとね無料なんですよ。ちょっと入ってみます。ここの中入ったところにある1階のこのスペース、ここにねテーブルと椅子がたくさんあって、しかもテーブルと椅子1個1個ごとにこの電源がね下にあるんですよ、柱のところに。だからみんな今もそうですけど、パソコン開いて作業してる人多いんですよね。 Wi-Fi があるかちょっとわかんないんですけど、でもこう勝手にこうやって入って勝手に作業していいんでね、別に何か頼んだりしなくていいんですよ。だから結構ここは人気でみんな作業してますね、はい。一応ここにあのカフェがあるんでね、ここでまあ何か頼んでね、何か飲みながら作業してもいいですし、はい。ここはね無料なんでおすすめです。ちなみにこっちには無料のこのチェスができるボードがでも置いてあったりしてね、チェスも無料でできます。まあそんな感じです。じゃあまた次の場所向かいます。はい、着きました。セントラルフェスティバル、なんだっけ、チェンマイ。ここも別になんか目的があってきたわけじゃないんですけど、なんとなくでかそうなショッピングモールだったんで、バイクとか足ないと来れないところにあったんで、ちょっと来てみました。ちょっと入ってみます。はい、いっぱい人いる。このなフードコートだ。まあこんな感じだ。まあショッピングモールは別にそのね、どこ入ってもそこまで差ないっすね。特にセントラル系とかは特に同じ系列だから、はあ、なんかチェンマイの落ち着いた静かな街の中に居すぎたからか、そっちに慣れちゃって、あんまりなんかショッピングモールでテンション上がんなくなっちゃったな。こんなに涼しくて快適でいろいろあるのに、もういいや、もう出よう。よし、ちょっと一旦水着とかもしたいから家帰ろう。
よし、じゃあちょっとまた出発しようと思います。今日はだいぶ慌ただしいですね、いろんなとこ行って、まあ、バイクあるんで、はい、でさっき、まあ、さっきセントラルフェスティバルチェンマイに行ったじゃないですか、ショッピングモール。で次これから行くのがセントラルプラザ、エアポートっていう空港の近くにあるセントラルの系のショッピングモールに行こうと思います。でなんでそこ行くかっていうと、今日水曜日で映画の日、ムービーデーなんで映画が安く見れる日なんですね、タイが。でそっちのセントラルエアポートの方に行ったら90バーツ350-360円ぐらいで映画が見れる日なんですよ、今日。さっき言ったところもね、見れるんですけども、そっちは100バーツでちょっと高かったんですけど、はい。まあそっちのセントラルエアポートの方が近いですしね、ここから、はい。で、前言ってたスラムダンクの映画、ファーストスラムダンク、あれ、それがね、こっちで今やってて、で、しかも日本語のやつがやってるんでね、ちょっと今日これからね、そのムービーデーなんでね、もう安いんでね、その映画を見に行こうと思います、スラムダンクを。はい。で、ちょっと、また出発します。はい、着きました。セントラルプラザエアポート。エアポートの空港がすぐ近くなんですよね、チェンマイ空港。チェンマイ空港本当市街地のすぐ近くなんで、はい。で朝行ったサウナもすぐ近くなんで、俺昨日サウナ行った時に一回こっち来たんですね、セントラルプラザ、ここので、その時にもう事前にね、映画のスラムダンクの映画のチケットはね取ったんです、買いました、昨日、はい。もう昨日の段階でもう今日のムービーデーの値段のね、前日から購入できましたね、マシンで、はい。なんでもう今チケット持ってるんで、とりあえず中入って映画見ます。人いっぱいいるかな、安いから今日映画で。今日ね結構早起きして、しかもサウナ入ったりプールで泳いだりして結構疲れてる状態だから、この後映画見ると結構眠くなりそうなんで、チャイスの予感結構するけど、まあちょっと頑張ってみよう。もうこういうショッピングモールの中にも普通にこういうカナビスの吸引器みたいなタイマーの売ってますからね、タイマーとか。着いた映画館、メジャーシネプレックスで、昨日この券売機でね、こうやってフィッてしてこのファーストスラムダンク選んでこうやって買いましたね。どんぐらい空いてっから席、あ、まあまあまあ埋まってるけど、ここら辺取りました昨日、はい。よし、じゃあもうチケットはねここにあるんで、はい、これでじゃあ見ます。じゃあもう始まるから行こう、もう入場できるかな。よし、もう入れた。ここだな、スクリーン1。なんかやってる、食べた、まだ上映してる入っていいって言われたのに。ポップコーンとかね、ジュースも売ってるけど、まあいいや、正面行きたくなりそうだし。もう終わったっぽい。よし、こんな感じのスクリーンだ。よし、あ、始まる。じゃあ見ていきます。いや、終わった。面白かった。すごい、すごいな、面白かった。すごいな、日本のアニメって、てかすごいな、スラムダンクって。本当に全く眠くならなかったわ、一瞬たりとも、ずっと見てた。いやー、すごいよかった、スラムダンク読んでて、知ってて好きで。これ本当スラダン見てる人は絶対見た方がいいっすね。やっぱタイ人って結構あんまり人数は少なかったけど、やっぱみんなちょっとリアクションするから面白いっすね、映画見てると。あとみんなね、タイ人もう桜木が大好きで、ほんと好きなんだなって感じだったわ。すげえ笑うし、桜木の一挙手一投足に。いやー、よかった、見れて、見てよかった、マジで面白かった。よし、じゃあもうここは出て、また腹減ったから晩飯食いにちょっとどっか行きます。寒かったね、結構クーラー強くて、半袖寒かったわ。なんかバイク走ってたら、たまたまなんかナイトマーケット見つけたんで、ちょっとこれ食おうかな。なんつうなんだ、こう
めっちゃ長いわこのナイトマーケットって、ほんとチェンマイのナイトマーケット長いな。アヌサンマーケットチェンマイっていうのか、ここっていうか、もうここあれだ、いつも俺がちょいちょい飯食いに来るナイトマーケットに繋がった。へえ、じゃあこっちで食おう。何食おうかな。じゃあソムタム食べようかな。このトウモロコシと塩た、ゆで卵のソムタムにしよう。ハロー、this one yeah, this no, this nothing yeah, the one spice a little spice。よし、あとこっちの焼き鳥も買おう。なんかこれうまかったんだな、前食って。 This two This one。 よし、揃った。まずこのコーンのソムタムが70バーツで、こっちの串が1本20バーツ、結構したな。で、カムニャオが10バーツでした。はい、じゃあちょっとまずコーンのソムタムからいただきます。いただきます。うん、うまい。このコーンの甘みとね、ソムタムの辛みが合うわ。で、この、で、この塩ゆで卵、うん、うめ、しょっぺ、あ、めちゃくちゃしょっぺ、うん、うまい。これいつもカオニャこうやって食べてるけど、これ全然正規の食い方じゃないですからね。本来はこうやって手で取って、くにゅくにゅ手でこねてパクッと食べますからね。はい、ちょっと直接手で触るのが嫌なんで、こうやって俺は食ってます。うまい、このソムタム。そしてこの焼き鳥、これがね、うん、うまい。なんか甘いんだよね、うん、甘辛系でうまい。いや、面白かったな、スラムダンク。かっこいいしね、映像も、音も、音楽もかっこいいし、いろいろ知らなかったこともわかるし、いや、見てよかった。感想を語り合う相手はいないけどね。こうやって YouTube に語れるだけね、幸せっすね。結構今日は充実した一日だ。いろんなことした。はい、ごちそうさまでした。うまかったわ、今日の晩飯。よっしゃ、ちょっと締めのスムージー飲むか。何にしよっかな。パイナップルスムージー1、yeah。 はい、来た、パイナップルスムージー。これで40バーツでした。うん、うん、うまい。うまいね、最高じゃん。楽しいよ今日は。なんかいろいろサウナ行けたし、プール行けたし、面白い映画見れたし、よかった。まっ、よし、じゃあ帰ろう。俺のスリッパがなくなってる。誰か盗まないよな、誰か間違えて履いてっちゃったのかな。はあ、はい、ちょっと帰り途中コンビニで、あの、塩分取りすぎたんで、あの、塩ゆで卵でバナナ2本買いました。これでちょっと食って塩分外に出します。うん、カリウム、カリウム。はい、ちょっともうバイク返すんでね、あの、ガソリン満タンしなきゃいけないんで、ガソリンスタンド来たんですけど、ちょっとセルフでした。ガソリンスタンドどうやんだろう、ガソリンの種類もわかんねえわ。ガソリンのメモリは半分ぐらい減っちゃってんすよ。とりあえず入れるところはここだよな。あれ、蓋に91って種類書いてある、ガソリンの。あ、じゃあ91入れるんだ。だからこの緑だ、これだ。これ入れちゃっていいのかな、入んのかな。ダメだ、いきなり入れたんじゃ出ないわ、レバー引いても。ちょっとこの人のやり方見てみよう。分かった、まず自分のこうやってガソリン入れるところの番号チェックして、で、こっちのキャッシャーに行って先に金を払うんだ。ナンバー 5 91 yeah this gasoline full
はい、なんかメモリーの写真見せて半分入れたいんだって言ったら、でお金払ったら60バーツ240円払いました。で多分これでもこっちが入れるようになったのかな、ガソリンが。お、出る。これで満パンまで入れて、またなんか余った分はお釣りくれるのかな。はい、途中で止まりました。全部入ってるか分かんないよな。満タンになったかな。あ、満タンになったわ。よし、まあいいや、 OK。 よし、じゃあ返そう、バイク。はい、無事バイク返却しました。なんか今宿に帰ってきて下駄箱見たらスリッパが戻ってきてましたね。なんか他の客が宿のもんだと思って間違えて履いちゃってたのかな、はい、しかもね、なんか綺麗になってんですよね、スリッパが現れたみたいな感じで。もっとこう着なかったですもん、中黒くて。へえ、よかった、結果。ちょっと昨日来て入んないで帰ったこの大学のプールにまた来ちゃいました。やっぱあの飛び込み台があるのがちょっとね気になったんでね。まあちょっと年間パスしか売ってなくて、まあ1000円ちょっとするし、今日しか入んないかもしれないんですけど、まあちょっと入りたいんで、ちょっとプール入ります。ここの OK です。はい、今登録をしてお金を払いました。でこれシステムとしては、あのまず300バーツ払って年間会員になってから、でその後さらに1回使うごとに50バーツかかるそうでした。はい、これが営業時間ですね。月曜と火曜は休みで、水曜から日曜の10時から12時で、12時から13時は休憩でやってなくて、13時から18時までやってるって感じです。で、海パンもね、こういうダバダバのね、こういう普通のトランクスのやつじゃなくて、こういうピチッとしたちゃんとしたあの競泳用、競技用の水着じゃなくてダメってことでした。だからたまたま俺こっち履いててよかったっす。こっちの普通のね、海で履くような海パンだったら入れませんでした。よし、じゃあプール入ろう。これすごいな。これが本場の競技用のプールなんだな。これ何メートルなんだろう。100メートルかな。めっちゃ長い。深そうだし。で、こっちにあんのが目的の飛び込み台っすね。これもさらに吹けんだろうな、下。3つありますね、飛び込む台が。もうほんと1300円くらい払いましたからね、全部で。で、ここに来るまでもちょっとホテルから、今泊まってる宿から遠いから、ソンテウで。70バーツしたし、はい。更衣室も綺麗、ロッカーあって、トイレあって、で、こっちがシャワーだな。はい、水着着替えました。ちょっとじゃあこのジャンプ台登ってみよう。あー、そっか。そっか。あ、ちょっと高えな。この今2段目でもそれ十分高えよ。あー、ちょっとそっか。あー、なるほど。あ、無理かもな。あ、たっけ。あ、ちょっと無理かも。普通に、あれだ。ここに登り立つのもちょっと厳しいかもな。あ、でも、あー、なるほど。うわー、たっけ。あ、ダメだ。足すくむわ。てか、これがボキって折れる想像しちゃうわ。この、あー、ダメだな。ちょっと、無理かも。あ、これ無理だ。多分俺が、あの、ブルーラグーンでラオスの、前行けねえわ。やったとこよりも高いな。これ高さが伝わるところまで前行けねえわ、怖くて。ダメだ、無理だ。これはちょっと、勇気振り絞るとかそういう問題じゃないわ。ちょっと足りねえ、勇気が。ほぼ、もともと持ってる HP の、勇気 HP が。無理だ。俺が戦える相手じゃねえ。死ぬ。このために高い金払ってきたけど、それでも無理だ。一個低い、ここだったらいけっかな。ちょっとまあこっちはいけっかな。これちょっと頑張って行ってみるか、低い方。ごめんなさい、無理でした。なんか小学生ぐらいの子たちも来た。うわ、うわ、すっげえ。信じられん。うわー、勇気あんなー。